ラハティ・サロランタ M1926 軽機関銃は20世紀にフィンランドで開発された軽機関銃である。ラハティ・サロランタ M1926 軽機関銃は1925年に当時フィンランドでは有名な銃器技師、アイモ・ラハティとエイ・サロランタ中尉により開発された。その年のフィンランド軍部による先行試験にも合格した M1926 は 翌年の1926年から生産が開始された。射程は200から400メートル、断層には20発のバナナ型断層を使用する。大きくカーブしたバナナ型断層はしばしば球団部長を起こし、M1926 にとって最大の課題となった。後に75発用のドラム式断層も開発されたが、あまり使用された形跡がない。理由としては、 運搬時に重いドラム断層では大変不便だったのと、少ない補給状態から部隊が75発もの弾薬をばらまくことを拒んだ可能性もある。1940年代のフィンランド軍の戦時マニュアルには、防空射撃任無事のみ、ドラム断層が使用されたと記述されているが、実際に使用している時の写真などは残っていない。機関部の特徴としては、コッキングハンドル部とボルト部を、 それぞれ別々にすることで射撃時の反動を抑えることができた。重心の交換も簡単にでき、セレクティブファイヤー機構を備えている。また重心には二脚式の重足が装着されている。補助装具としてはメンテナンス用の工具や部品を入れた丸いチューブ型ホルスターや M1926 用に特別に作られた革製の断層収納バッグがある。1940年。 冬戦争の際に使用されている M1926。いては2脚をスキー板に乗せて構えているラハティサロランタ M1926 系機関銃はソ連との冬戦争及び継続戦争で前線で使用された。しかし前線兵士には評判は悪かった。重く球団方式が不安定だった M1926 はフィンランド軍では頼みにならないとされた。 そのうち前線でもスオミ KP-31 やソ連軍から路角した DP-28 軽機関銃の方を好んで使用するようになり M1926 は次第に戦線からは引き上げられるようになった。射撃には兵器マニュアルには射撃長、小銃射撃手、弾薬装填係と4人の弾薬運搬係の計7名での運営が主である。だが実際は 兵力不足から射撃手と弾薬装填係のみで運営していた場合が多い。そのため弾薬は、いてと補助係が5個の弾倉が入った革製のバッグを合計3袋持って運用した。当時フィンランド軍では、軽機関銃の1日分の弾薬は約1200発が割り当てられており、しかも射撃後の廃薬橋を再利用するため、回収命令が出されていて、それだけソ連との戦争で、 フィンランド軍は補給面で余裕がなかったことを示している。M1926 系機関銃は、その後1926年から1942年にかけて生産され、海外向けへの輸出では1937年に中華民国からの約3万兆の受注が最大である。ただし、実際は1200兆しか輸出されなかった。 冬戦争及び継続戦争後、M1926 は26丁だけ、フィンランド軍の軍需倉庫に保管、残りの数千丁は1985年まで、訓練用重火器として使用された後に、1985年の初期に廃棄処分となった。しかし倉庫には現在でも M1926、数丁が DP28 軽機関銃と共に保管されている。ありがとうございます。